これはあの TMC103 の、103BL の15番ですね、でアントマシュマロパラアントってやつですね。でこれボディが、マシュマロファイバーが2束分ですね、2束分折り返した状態で、これはあの 6X のチペットでこうタールノートしてあります。でこっち側があのフォーセップで挟んでライターで炙ってヒートシールした状態です。でこれがここにつくんですけども、このアントの場合はね、あの結んでそのこういう風になってる状態を、水平方向に使います。で初めにパラシュートのポストを立てちゃいます。パラシュートのポストを立てたところにこれを上からはめ込むんですよね。下巻きアントの場合はこうくびれてるところを細く作りたいんで、細いスレッド使ってますけども、あと80でも大丈夫ですよ。あのここにポストを例えばこれはマシュマロファイバーの、シナモンですね。シナモンでもいいし、タンでもいいですよね。これも量は好きな量、これもこうやってつけてる、こう細く、なるべく細くした場合はね、このやり方の方が細くなりますね。シャンクの下側から、これアルトロースがよくやる方法なんですよね。それでね、それでここにこいつをこうはめ込むんですが、これの時にこういうピンセットなどでこう開いた状態でこう入れるんですけども、ここのところがですね、この状態だと入れづらいんですね。それだもんで、一時的にこのところだけヒートシールしちゃいます。ヒートシールっていうのはまあ、後でカットするんで、長めでいいんですけども。これどっちにしろ、こういう状態になっちゃうわけですね。で、ここに、この、あれ、これを、こいつを、これをここに入れるんですけども、こうですね。で、この前側の、このヒートシールしたところの、ところは、アリの頭のところにする、趣でもって、こうギュッとこう、ふくあいからほんのちょっと出るぐらいな感じですね。こう細く。だもうちょっと前出しちゃってもいいですよ。あとここを細くね。ここの、パラシュートのポストの前後のところを、マシュマロボディのところ、アリの細い、くびれのとこですね。これをスレッドで巻きます。で、これ同時にこれが動きづらくなるんですけども、これほんの後ろの、このボディの後ろの部分がわざとこう、上に上がったような形ですね。こうじゃなくて、こう。アリってそういう風に浮いてますわね。で、こっち側のヘッドの部分ももっと上にやりたいとこなんですけど、それは出来上がってからでいいですね。こうパラシュートを巻くんで、巻きづらいんでこうにしておきます。あとはここにパラシュートを巻くだけです。ほんのちょっと瞬間接着剤がポストに塗ってきますね。この状態で。
アリの足は6本しかついてないわけだけどね、そういうことじゃなくて、このヘッドの部分のところは後から上へ上げますんで、今の状態ではこうなってます。それで、でポスト カットして、あとはこれをちょっと上にこう上げておくんですね。で前 の、 あのヘッドのところも少し爪で、そうしますとね、こうアリ の、 もうの今カットしてみるとご覧に見えますけども、ここはもういらない。そうするとここがこういうふうにアリの格好になってますよね。これあのボディ の、 の、 なその服のサイズは同じでも、これを細くしたり短くしたりすることで、小さいアリもできますよね。これなんか同じ服サイズもちょっと小ぶりなアリ、ちょっと細めになってたり、あとはこの部分を、赤っぽいスレッドにしてもいいですね。赤茶色みたいなのにしてもいいし、でここもアリのボディのところをですね、少しすぼめておいた方がいいですね。これちょっと小ぶりに作ったやつですね。小ぶりに作ったやつと、これでね、1本、1束半ぐらいですね。これで2束ぐらい。で、1束、17番とか19番とか、もっとちっちゃくなると、1束を間引いたり、することでいろいろ対応できます。あと、これブラックじゃなくてシナモンとかね、できます。まあ、これと、あとはこのパラシュートじゃなくて、さっきのアリのボディを作ったところに CDC にしてもいいし、まあ、いろんな縦に履く袋をパラって普通のアントみたいに巻いて、ウェットと両方使えるようにしてもいいし、いろいろできます。マシュマロ、パラアントですね。